3月30日水曜日、ビジネスパーク7の東側の QBE の近くのビルの道のところから、グローブビルの前のところから固定しておきます。ちょっと固定しますね。取れるかな。場所変えますね、場所。こっちのがいいかもしんない。会社勤めの人が終わるから、これこっち、こっちはどうかな。ダメだ、地面が。ここに、ここに置きます。全然来ない。人が置いた途端に来ない。
ちょっと撮影されてるかどうかチェックしますね。あ、できてますね。あれ？今度は置けなくなっちゃった。置けなくなっちゃってから逆方面移します。北側向けね。ケッペルビルの前に行きます。ケッペルビル前、やっぱり交差点がいいですね。動画撮るには交差点がやっぱり一番ですね。3月30日の7時、ただいま7分です。水曜日、3月30日水曜日の朝7時30分、あ、7時、7時7分でした。7時7分ね、水曜日の。この交差点がいいね、これ。ほら、ここがいいね。ここに設置します。ちょっと信号機のガラガラ音してるけど。
れてるね。ここはここの道とここの道の交差点でした。それで途中ね、ジージーガーガー言ってるのはね、この信号機のね、変わるチェンジマシンがあるんですよね。それの音なんです。ガーガージージー、これがね、ガーガージージー言ってたんです。もうゆっくり帰りますね。ただいま7時15分ですね。朝水曜日3月30日の朝7時15分です。この先があのランダースがありますけどね、こっちの信号は青ですけど、こっちの人は信号赤でもみんな行っちゃいますけど、多分この子も行っちゃうよ、赤で信号。はい、じゃあ行きます。信号青だから早いね、もう赤になっちゃった。赤。早いよこれ、歩行者全然渡れない。これいや、ジョリビーには参りましたよね。6時から開くって聞いて行ったら6時45分まで行ったのに全然開いてなくて、7時からだったですね。7時からでした。グローブビルの中庭ですね、これ。お、壁に映ってる、ほら、ビルディング、これ壁なんですよ、壁に映ってる、ほら、ピカピカ。セダホテルとアヤランコンドミアムが映ってますね、壁に、ほら。あー、素晴らしい。はい、今日の第2弾グローブビルから終わりにします。これが面白いね、ほら映ってる。私にも映せますっていうやつですね。私にも映せ、9時から私にも映せます。